日本共産党の岩渕智です福島県の出身です東京電力福島第一原発の事故から5年7ヶ月が経ちましたいまだに福島県内外に8万人を超える皆さんが避難生活を強いられています今日は福島原発事故をめぐる避難指示解除と賠償の問題について質問をいたしますこの8月に 自民、公明、与党が発表した東日本大震災復興加速化のための第6次提言に基づいて政府は基幹困難区域の取り扱いについて方針を示しました現在は昨年6月に閣議決定をされた原子力災害からの福島復興の加速に向けて改定に基づいて避難指示解除準備区域居住制限区域の避難指示解除が進められています 資料1をご覧ください赤色のところは帰還困難区域黄色のところは居住制限区域緑のところは避難指示解除準備区域になっています平成26年の田村市から南相馬市まで避難解除が行われてきましたはじめに避難指示解除の要件について説明してくださいはい 経済産業大臣官房、星野審議官お答え申し上げます、避難指示の解除につきましては、3つの要件がございます、1つは空間線量率で推定された積算線量が年間20ミリシーベルト以下であること、2つ目が日常生活に必要なインフラ、例えば電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信などといったインフラ。 あるいは、また医療、介護、郵便などといった生活関連サービスが概ね復旧をしており、また子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗をしていること、そして三つ目は県、市町村、住民の方々との十分な協議、この三つの要件を踏まえて、国が、えー、避難指示の解除を行うというものでございます岩渕るの君。 大変疑問です8月に日本共産党国会議員団で福島県の川又町と南相馬市に伺って住民の皆さん町長さんや市長さんとお会いをして避難指示解除をめぐる問題についてお聞きをしてまいりました川又町の山木屋地区この資料1にも山木屋地区ありますけれども来年3月に避難指示を解除する方向ですで住民の皆さんからは 山木屋の8割は山林だが除染をされていない山菜など山の恵みを受けることは生活の一部であり欠かすことができない賠償もなくなるため山木屋に帰って農業をやるしかないと思っているけれども田んぼは除染で出た放射性廃棄物の仮置き場になっているこれでは米も野菜も作ることができないなど 生活に直結をする不安の声が次々と出されました、それでも戻れというのでしょうか、大臣、お答えください。はい、高木副大臣あの原子力災害の現地対策本部長として現地に行っておりますので、私が答えさせていただきたいと思います、まずあの、川真町についてでございますが、これはあの今年の8月の1日に、ですね町長、そして町議会の皆様方、そして行政副長会いわゆる住民の代表の皆様方が、あの経産省に参りまして、 で来年の、まあ、29年3月末に解除してもらいたいと、こういった要望を持ってまいりました、でそれを私が受け、えー、取りまして、これまで、えー、この川端町におきまして、13回にわたる住民との意見交換会をして、さまざまな現場の声を聞いてまいりました、一方、私ども、長久の支援チームを作っておりますので、そのメンバーが個別訪問を通じながら、丁寧に住民のお声を聞いてまいりました。 一方、私も現地に足を運びまして、これまで町議会、いわゆる住民の代表ということで、町議会の皆様方と三回にわたって意見交換会を行って、様々な意見を伺ってまいりました。もちろん委員の御指摘のような御意見もあるのは確かでございます。しかし、今お話にありましたように、この避難指示の解除というのは戻れということではなくて、今まで避難指示の解除は国が強制的に ここに住んではいけないということで、避難指示を出しました。それを解除することによって、いわゆる規制を緩和するということでございます。帰る、帰らない、それはそれぞれのお、まあ、住民の方々のご意思でございますので、解除をしたから戻らなければいけないというものではございません。一方、住民の皆様方からは、営業再開あ、営農の再開の支援をしてもらいたい。また、解除後も当面避難 避難を続けざるを得ない方々へ、いわゆる帰らないという方ですね、この方々に対して、支援の継続をしてもらいたいと、まあ、そういった声が上がってまいりましたで、そういったことをしっかりと踏まえながら、その声にしっかり応えるような対応策も提示をさせていただく中で、この来週の24日に、この町、そして町議会、まあ、住民の代表の方も来られるというふうに伺っておりますが、県も含めまして、 このお、まあ、正式に来年の3月31日に解除をしたいと、私があ今,日今週の月曜日に提案をさせていただいたところ、町議会全員が異議なしということで、ご了解をいただいた流れでもございます。ただし、この避難指示の解除というのは、ゴールではありません。あくまでも復興の第一歩ということで、この解除をしてからもしっかりとですね、この復興の支援を、 国が責任を持って行っていきたいと考えております岩渕智君、はい、今、現地から要望があったという話もありましたけれども、この山木屋地区の避難指示の解除をめぐっては、当初は8月に解除をするという話も出ていましたけれども、それが延期をされることになりました、この延期がされたのはなぜですか、はいえー、大臣官房、星野審議官、はい、お答え申し上げます。 まあ、委員御指摘の、えー、川俣町におきましては、本年の5月に、町長が、えー、避難、あの、解除目標、を本年8月の末というのを発表されましたけれども、その後、あの、えー、避難指示区域の自治会の,かの要望を踏まえまして、本年の8月に、えー、この解除日を、 29年来年来の3月ととといいいうう要望をなされたということでございますその理由といたしましては、この解除時期を遅らせ、遅らされて、遅ら,遅らせて、まあ、それまでの間に営農再開に向けた支援ですとか、あるいは商業サービスの充実、さらには避難指示解除後の支援の継続といった課題に対応することが求められたと承知をしております。これを、この、こうしたご要望を踏まえまして、 私ども政府としましても、解場時期を二十九年三月の末とした上で、さらに度重なる議会、住民の方々との意見交換会や個別訪問を通じまして、丁寧に住民の方々の要望にご回答申し上げてきてまいりまして、まあ、その結果、避難し解場につきましては、 住民の方々から一定の理解を得られたと判断いたしまして、先ほどお話ございましたように、えー、来る10月の24日の月曜日に、えー、国県町町議会の間で正式合意をする予定とさせていただいております岩渕智君、はいえー、と町長が発表したとか、まあ、自治会の要望だということだったんですけれども、まるでね、国は関係ないというような言い方なんですけれども、違うじゃないですか、実態は。山際地区の自治会からも 解除後の生活環境が不安だから、解除目標を延期するべきだという声が上がって、延期せざるを得なくなったということもありますで。7月12日に避難指示が解除されたばかりの南相馬市でも、自宅は原発から約10キロメートルのところなので、そこに住んでくださいと言われても、はいとは言えない。周りに誰もいないので、もし何かあったらと考えると不安。子供たちからも、 お父さんとお母さんが二人で戻っても心配と言われているなど、不安の声が次々と出されていますで、こうしたどの話を聞いても、避難指示解除は不安だという声が寄せられています、避難指示解除の要件が住民の気持ちや実態に合ってないということではないでしょうか、どうですか。高木副大臣。今あのお話ありましたけどね、えーまあ この避難指示の解除をして、えー、不安だという声は私たちもしっかりと受け止めています。一方であの、早く解除してもらいたいという住民の方々もいらっしゃるわけですね、で先ほど規制緩和と言いました、規制を緩和したときに、その帰りたいという人、あなたは帰っちゃいけないということは、これは誰も言えないと思うんです。やはり自分の自宅に帰るということは、その人の権利でありますし、ただ一方で、えー、先ほど申し上げましたように、 この原発の事故が起きたときに、えー、この避難指示というのを出させていただきました。そのときに、その基準として、年間20ミリシーベルト以上という放射線の空間線量の場合に、これは避難指示を出したという現存がありますので、それを下回った場合には、これを、まあ、解除するという、こういうルールになっています。一方で、えー、現実に環境省が除染を行っておりますけれども、これまで、 えー、一昨年ですね、二年前に田村市、そして川内村と解除し、昨年に楢葉町、そして今年に入りまして、葛尾村、えー、川内村の一部、そしてこの、えー、委員ご提示していただいたこの資料の位置にはあ、まだ緑色になっております、南相馬市もおこの七月に解除いたしました。でこのの解除をしてですね結局うそ二十ミリ 以下ということで、20ミリで切ってるわけじゃなくて、環境省の除染を見てみますと、大体年間1から2ミリシーベルトという具合になっているという現実もございます、そういうところを丁寧に住民の皆様方にご理解をいただくで、一方、先ほどから言われている不安ですから、しっかりとしたリスクコミュニケーションを取っていくということも、これは国として、または県、えー、地元の自治体と連携を取りながらやっていくということで、今も行っている最中でございます。 岩渕智君えと先ほど答弁にもありましたし、大臣もあの解除はゴールではなくて、本格復興に向けたスタートだっていうふうに、所信でも述べていますけれども、それでは避難指示が解除された自治体が今、どうなっているでしょうか、全庁避難をしていた自治体として初めて避難指示が解除された楢葉町は、昨年9月5日に避難指示を解除して、1年余りが経ちました。 現在の町民の帰還率は何パーセントですかはい、保守の審議官お答え申し上げますえー、奈良浜地におきますえー、本年10月4日時点での帰還者数と帰還率でございますけれどもえー、奈良浜地の調べによりますとおー、帰還されている方は969人これはあの帰還率約9.5%になっております世帯数で見ますと385世帯ということであ、9、あ、 失礼しました。え、九百六十人の期間率が約九点五パーセント、え、世帯数では三百八十五世帯、えー、あの同じく十四点三パーセントということになってございます。岩渕智友君、はい、町長は今年の一月の記者会見で、来年春に町民の五割が戻ればいいと思うという認識を示しています。で、町は懸命に取り組んでいます。しかし一年経っても。 1>, 1割しか戻っていないのはどうしてだと思いますか、はい、高木副大臣まずですね、えー、この問題、あのーまあ、現状はまあ1割弱ということでございますが、これまで例えば田村市、川内村と解除してまいりました、2年経ちまして田村は大体7割、で川内は大体5割から6割の期間という形になっています、一方で、この奈良派でございますが、来年の春、4月を基調目標ということで、町長は目指して、町自体がやっております。 でそれに対して国、県が全面的にバックアップをしながら、また二人三脚で一緒にやっているんですが、一つは、いわゆる小中学校が来年の春にこれを戻って開校するということになっています。今現在はいわきのいわゆる仮庁舎というかあ、仮設の小中学校でございますので、それが帰るとなると、いわゆる家族全体で帰るというのが一つあります。もう一つはこのお 災害公営住宅も今、建設の最中でございますので、これができると、これに入ってくる方々も増えてくる、あとなお、今現在、この5年以上、ずっと避難をしておりましたので、住宅がもう住めないということで、リフォーム、さらにはそれを解体をして、新築をしているというのが、あの国道6号線を走ってみますと、目に見えてくると思いますけれども、そういった中で、実はこれ、避難指示を解除しないと、 このリフォーム会社も、またはその建築関係の方々も、なかなかあの中に入って作業してくれないという現状もございました。そういう中で、去年の9月に解除してから、このリフォーム、並びに家を建て直すというのが加速度的に進んでいるということで、来年の春、先ほど町長が5割を目指したいということに、しっかりと焦点を当てながら、 でこの5割戻ったからということで全、すべてよしということではなくて、それ以外の皆様方もしっかり戻れるように、戻りたいという方が戻って、なりわいをしっかり成り立つような形にしていくのが、私どものこの仕事だというふうに考えております。岩渕智君今の答弁を聞いて、要件と実態がやっぱり合ってないんじゃないかっていうね、そういう思いを強くしました、でふるさとに戻りたくないと思う人はいません。 戻りたくても戻れない、まだ判断できないと考える人も多くいます、そもそも避難指示解除、避難指示解除の要件の一つである、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であるということへの不信感があります、資料2を見てください、これは今年3月に発表をされた、復興庁、福島県楢葉町が行った、楢葉町住民意向調査です。 二十九歳以下の世帯の約六割が今後楢葉町には戻らないと回答をし三十代四十代でも四割を超えています若い人が戻りません家庭用水道水の水源として木戸ダムの水を使うということで放射性物質がダムの底に堆積していることへの不安も大きく住民意向調査では四十代以下の約四割が水道水などの生活用水の安全性に不安があると答え三十代の五割が 自宅周辺の放射線量が心配だからと答えています、放射線への不安は払拭をされていません、こうした調査結果をどう受け止めていますか、大臣、お答えください、大臣。世耕大臣あのご指摘のように、住民の方々の中には、やはり放射線に不安を感じていらっしゃるということは、あのこれは重々承知をしております。 まず避難指示解除にあたってはです、ね、年間積算線量が20ミリシーベルト以下であることを要件の一つとしています。でこの水準はです、ね、平成23年に内閣官房で行われた専門家による検討でも、喫煙や飲酒、肥満、野菜不足など、他の発がん要因によるリスクと比較して十分低く、また除染や食品の安全管理を継続的に行うなど、適切な放射線防護措置を講ずることで、十分にリスクを回避できる水準 ででああるると評価されているものでありますその上でなお、不安を抱く住民の方々への対応に万全を期すため、除染などの被ばく減対策に加えて、健康相談等の健康不安対策や、分かりやすい正確なリスクコミュニケーション、そして放射線不安に極めきめ細やく応える相談員制度などを政府として責任を持って実施をしていきたいと考えています岩渕智君。 今の大臣の答弁本当にびっくりしました。これ福島県の人が聞いたらどう思うでしょうか。で、戻りたくても戻れない。判断できない人も多い。それは他の自治体で行われた移行調査の結果を見ても明らかです。避難指示会場をもって戻るのか戻らないのかという選択が住民に迫られています。戻る、戻らないという選択をいつ行っても被害が続く限り国と東京電力が責任を持って 支援と賠償を継続するべきです避難指示解除急ぐのは事故を終わったことにして賠償も打ち切っていこうという姿勢の表れではありませんか大臣お答えください、はい、世耕大臣 損害賠償についてはですね、一律に支払いの期限を定めるのではなくて、被害者の方々が置かれている状況を踏まえて、適切な支払いを行うこととしておりまして、ご指摘は当たらないと思っています。例えば、避難に伴う精神的損害の賠償については、避難指示解除の時期にかかわらず、一定の金額を支払うこととしております。また、商工業の営業損害の賠償につきましては、事業再開等に活用できるよう、年間 出利益の2倍相当額を一括で支払い、その後も個別の事情に応じて対応することとしております、東京電力に対しては、今後とも公平かつ適切な賠償を行うよう、しっかりと指導してまいりたいと思います岩渕智も君、はい。精神的損害の賠償についても、これまで避難指示が解除されたところを見れば、賠償の打ち切りが一体に進められてきたことは明らかじゃないですか。 それで次に営業損害の賠償について聞きたいんですけれどもこれが今一体どうなっているかで原子力損害賠償紛争審査会の指針では営業損害賠償の周期についてどう定めていますか長はい。文部科学大臣官房板倉審議官お答え申し上げます営業損害のにかかる賠償の周期に関しましては中間指針第2次追放第4次追放に規定されておりまして 特に第二次追放におきましては個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとされておりますさらに具体的な判断にあたっては基本的には被害者が従来と同じまたは同等の営業活動を営むことが可能となった日を周期とすることが合理的であるとしております一方被害者の側においても事故による損害を可能な限り回避または減少させることが期待されており一般的には事業拠点の移転や 転業等等の可能性があるることとを考慮するとされておりますまた例えば公共用地の取得に伴う損失保障基準等を判断の参考にすることも考えられますがその場合には本件事故には土地収容等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされておりますその後の紛争審査会における議論におきましてこのような指針の考え方についての変更は行われておりませんはい岩渕智君営業損害については周期を決めていない まだ周期を決める段階ではないということです。で基本は従来と同じ、または同等の営業活動を営むことが可能となった日を周期とするということです。でこの営業損害賠償について、東京電力から方針が示されてから一年余りが経ちました。賠償の実態はどうなっているでしょうか。福島市にあるレストランの A さんは、東京電力に 直近の減収に基づく年間出利益の2倍の一括請求を求めたところ、半分しか出せないと回答をされました。店の近くに除染基地ができ、毎日300台もの車が出入りするようになり、来客数、売り上げとも事故前から大きく減少をしています。除染基地ができたことが風評被害につながっているという A さんの訴えに、東京電力は、除染は市がやっていることだと、 自分たちとは関係ないという態度でした。そして東京電力が1か月以上後に示した回答書は以前と全く同じもので日付もそのままでした。あまりにも不誠実ではありませんか。東京電力は賠償にあたっては個別にご事情をお伺いさせていただいた上で適切に支払うと言っています。こんな実態を放置しておいていいのでしょうか。大臣お答えください。はい、大臣 あのいずれにしてもです、ね、東京電力と被害者の間で、えー、交渉を行われている個別の案件については、えー、コメントする立場にはありませんが、重要なことはです、ね、東京電力が不満を抱えておらっしゃる、えー、被害者の方々に対して、まあ、真摯に耳を傾けて、丁寧に実情を確認し、えー、適切かつ公平な対応を行うことだと思っています。 国としては、東京電力が被害者の方々の声を組み上げる上で、十分な体制をしっかりと整えて、すべての被害者の方々に対して真摯に対応していくよう、会社全体としての姿勢を注視し、指導を行ってまいりたいと思います。岩渕智君。代表質問で、安倍首相は、我が党の市田忠義議員の質問に対して、東京電力に対しては、被害者の方々の個別の状況を丁寧に把握して、 公平かつ適切な賠償を行うようしっかりと指導してまいりますと答えていますが、まあ、実際にはそうはなっていませんで。昨年6月に東京電力から賠償について説明があったときに、一括でもらったら賠償が終わりになるのではないかと何度も聞いたけれども、終わりではないと言われたのに話が違うじゃないかという声が寄せられています。一括賠償に応じた人たちからは、その後計算が合わないので、 相談したいと東京電力に連絡をすると、それについてはお答えできませんと言われ、どこに相談すればいいのかと聞いても、それについてはお答えできませんと言われた。東京電力に改めて窓口を確認すると、まだ決まっていませんと言われたそうです。賠償の窓口すらなくなっているではありませんか。実態をしっかり把握をし、 適切な賠償が行われるように東京電力を指導するべきです大臣お答えください伊勢子大臣 まあ東京電力はです、ね、事業者へのご説明や、えー、相当因果関係の確認にあたってはです、ね、福島県内にまあ商工会や商工会議所を含めて52カ所の相談窓口を設けているということであります。また、えー、お支払いの内容について東電との間で考え方が異なるすべての方に対して現地で直接ご訪問して個別に事情を確認する等の対応をしていると認識をしておりますけれども経済産業省としては今後とも東京電力に対して 被害者の方々の個別の状況を丁寧に把握をして、公平かつ適切な賠償を行うよう、しっかりと指導してまいりたいと思います岩渕智君。実態はそうなっていないということなんですよ、これ、損害が続いているのに、賠償を打ち切ろうとしているんじゃないんですか、大臣お答えくだ伊勢河大臣え。賠償を打ち切ろうとしている事実はありません、東京電力にあくまでも丁寧な対応をしっかりと指導してまいりたいと思っております岩渕智君。 賠償については、この9月に東京電力から来年1月以降の農林業の損害賠償案が示されました平成29年1月以降の年間出利益の2倍相当額を賠償し2年後以降は個別に対応をするというものです先日伺った福島県森林組合連合会では避難地域では原発事故から5年たってやっと山での仕事ができるようになってきた 賠償がなくなれば仕事そのものを辞めなくてはならない。森林組合がなくなったら山林を管理する人がいなくなるなどの声が出されました。福島県農業協同組合中央会からは、避難指示区域では未だ営農再開が見通せず、区域外においては風評被害も払拭されていない状況にあるとして、避難指示区域内外を問わず、事故前の経営状態に回復するまで、 損害が続く限りは、賠償を続けることを明確にすることという要請を受けました。JA 福島未来からは、今まで通りの賠償を続けてほしいという声をお聞きしています。損害が続く限り、賠償を続けるということですね。はい、石、はい、耕大臣、えー。東京電力からですね、農業団体等に対して示された素案では、 今後の取り組みに役立つ支払いを行うべく、平成29年1月以降の損害として、営農再開等に活用できるよう、年間出利益の2倍相当額を賠償するとともに、2年,2年後以降においても、農林業固有の特性により、 風評被害が継続し、本件事故と相当因果関係のある損害が今回の賠償額を超過した場合には、適切に支払うとされているものと承知をしております。現時点では、東京電力が農業団体等の方々との間で話し合いを進めている段階と承知をしておりますが、農林業には固有の特性があることを踏まえて、丁寧に説明を尽くすなど、真摯に対応するよう、東京電力を指導してまいりたいと思います。 とも君今まで通りの賠償を続けてほしいもうこの現場の声ははっきりしています被害者がなぜ頭を下げて賠償をお願いしなければならないのか東京電力は国より偉いこういう声も出されました従来と同じように営業活動を営むことが可能になるまで賠償を続けるべきですそして最後に福島第二原発の廃炉についてです 県内原発全期廃炉はオール福島の願いです。県議会をはじめ、すべての市町村議会で廃炉を求める決議が上がっています。先の参議院選挙では、県内原発全期廃炉、原発ゼロを訴えた野党統一候補が現職大臣を破って勝利をしました。選挙直後に福島民放社が行った県民世論調査では、第二原発について、 廃炉にすべきとの回答は81.6%、18歳、19歳は回答者全員が廃炉にすべきだと答えています、先ほど紹介をした奈良浜町の住民意向調査でも、今後、奈良浜町には戻らないと答えた29歳以下から60代までの約4割から6割が、その理由として原子力発電所の安全性に不安が残っているからと答えています。 福島第二原発の廃炉は、福島の復興の前提です。第二原発は廃炉という福島県民の声になぜまっすぐに答えないんですか、大臣お答えください。はい、世耕大臣、えー、福島第二原発につきましてはですね。 福島県の皆様のご心情を察すると、これまでに新規制基準への適合性審査を申請している他の原発と同列に取り扱うことは難しいと認識しております。ただ、この原発の扱いについては、まずは東京電力が地元の皆様の声に真摯に向き合った上で判断すべきものと考えております。岩渕智君 地元の声に真摯に向き合うということであれば、もう地元の声ははっきりしてるんですよ、福島第二原発は廃炉にしなくちゃならない、これが福島県民の思いです、でこの5年7ヶ月余り、福島県の皆さんから、自分たちと同じ思いをする人を、もう二度と作りたくない、この思いを聞いてきました、原発事故さえなければ、失うことのなかった命があり、当たり前の暮らしがあります。 なりわいを奪われることも、家族がバラバラになることもありませんでした。大臣は、福島県民がどれだけ苦しい思いをしてきたのか、今も苦しい思いをしているのか分かりますか、第二原発は廃炉にすると明言をしてください。大大臣臣お答えください福島県民のの皆様のご心情を察するからこそ、えー、こそれまで に新規制基準への適合審査を申請している他の原発と同列に扱うことは難しいと認識をしております岩渕、岩渕と君同列に扱うことができないと、そして心情を察するっていうことであれば、もう福島第二原発は廃炉にするっていうのが、もう県民の思いなんですよ、まさに党派や立場を超えたオール福島の願いになっています。 この声にお聞かないというのは本当にとんでもないことだというふうに思います。で、16日に投開票が行われた新潟県知事選挙では、福島原発事故の検証なくして再稼働の議論はできない。こう言って、泉田前知事の路線を継承、継承を公約した米山隆一知事が誕生をいたしました。原発再稼働反対という民意がここでも示されています。 でこの新潟の県知事選挙に先立っては、鹿児島県でも仙台原発の停止を求める知事が誕生をしています。日本のどこにも原発はいりません。即時、原発ゼロの政治決断、そして再生可能エネルギーへの転換を強く求めて質問を終わります。